こんにちは、服部幸男です。今日はですね、パンをね、皆さんにご紹介したいと思いますね。パンの作り方。最後にですね、私の好きなね、パン屋さんの紹介をしたいと思いますね。さあ、どこのパンを僕は紹介するか。川瀬先生ね、聖菓製パンのね、主任のね、教師なんですよね。この先生にね、今日はパンのね、作り方、僕も教わりたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は食パンの作り方で、委ね製法という形で食パンを作っていきたいと思います。委ね製法の他に何製法があるんですか？ストレート法だったり、中種法だったりというような形で、いろいろな製法がある中で、今日の委ね製法という製法は、最初に小麦粉に熱を入れることによって甘みともちもち感が増すパンになります。手でこね込みをしていきたいと思いますので、しっかりグルテン質を出しながら手でこね込みをした後にゆっくり発酵させて、だいたい4時間から5時間ぐらいかけて作っていきたいと思います。いやー、そんな時間取れないよ。じゃあスタートお願いします。はい、そうしましたらまず最初に材料の一部の小麦粉とお湯で練っていきたいと思います。お湯を入れて、この小麦粉は何ですか？強力粉、薄力粉、いろいろですよね。はい、強力粉です。強力粉ね。はい、パンは強力粉ですね。はい、生地を休ませて、12時間休ませて使っていきたいと思います。12時間どこに置くんですか？これ12時間粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて次の日使っていきたいと思います。なるほど。はい、はい、わかりました。はい、12時間経ちましたね。はい、その後何でしょう？はい、そしたら本ごねになっていきます。本ごね。はい、まず最初に粉の中に塩、上白糖を入れて粉の中に分散をしておきます。こね込みをする際にイースト菌、ドライイースト菌なんですけども、塩とイースト菌の相性が悪く発酵の妨げになってしまいますので、できるだけ粉の中に塩を分散してあげるとこね込みの発酵の段階で、はい、発酵能力が下がらないので、まず最初にこの塩を分散してぶつからないようにしてあげるっていうのが、よりふっくらソフトに仕上がるパン生地の作り方になります。はい、そうですか。イーストと脱脂粉乳はダマになりやすい、分散性が悪いので、少し水の一部で溶いてあげます。お、はいはいはい、はいはい、しっかりイーストと脱脂粉乳が溶けましたので、小麦粉の中に合わせていきたいと思います。イースト菌の溶いたもの、はい、あと水分量ですね。はい、で一気に粉に水分を吸わせてあげて、でちょこ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 水分を入れてしまうとダマになりやすいので、ある程度配合の9割近くの水分は入れてあげるとダマにならないかと思います。この時に粉っぽさが残っているので、最後の調整をしたお水を入れて、ああそっかそっか、はいはい、生地のこね込みをしていきたいと思います。このように第一段階としてはボウルの中から粉が外れるという形で水分量を調節していきたいと思います。ここからは小麦粉にあるグルテンという物質を出していくので、調理台に開けてこね込みをしていきたいと思います。で、グルテンという物質は小麦粉に水分を加えて熱、摩擦を加えてあげると出てくる性質になってきますので、洗濯板のように調理台の上で、要は粘りが出てくるんだよね。はい、粘りを出してあげます。で、最初はベタベタした生地になっていますが、ずっとさらに15分ぐらいこね込みをしていくと、調理台からつるんときれいに生地が剥がれてきますので、そしたら次に行っていいよというサインになります。
校長先生もう少し手伝っていただいてもよろしいですか。ちょっと自信ないな。いやこれは大変だ。グルテンをつないでいきたいと思います。これだけ力を時間をかけてやると美味しいパンが出来上がるかと思います。はい、あ、いい感じだと思います。これやってみて出来悪いよこれ。でまだやっぱり先生と私とだと基本の粗さ、こねこみの粗さがあると思うので、ね、一つにまとめて、あ、まとめてくれる、はい、で調節していきたいと思います。はい、お願いします。ここから昨日作った12時間前に作った湯種の生地を入れてあげることによってでんぷん質から甘みがゆっくり休ませておいたので。そういうことなんだ。はい、はい、僕が好きなのはこのやり方。はい、やっぱりそうなんだ、ね、ふわっとした食感の中にももちもちした食感が校長先生お好きだと伺っております。すごく純粋にね、余計なもん入ってないしね。はい、技術が問われるパン生地だと思われます。ああ、技術問われる。はい、しっかりこねてあげないといけない。僕の好きなパンっていうのはやっぱり、はい、その食パンの原点なのかな。はい、そうだと思います。ね、そうだよね。はい、はい、最後に油脂分、潤滑油になりますので少し生地の中に油を入れて、今日はバターを入れて。バターを入れてね。はい、今のはねフランスのエシュレっていうね、エシュレ村でね作られてるねバターなんですよね。鮮度も良くてね、そして発酵バターだから香りがいいんだよね。はい、うん、油脂分が入るとまた生地がポソポソポソという形で分かれてくるんですけども、また同じようにこね込みを続けることで表面がつるんとしてきますので、ちょっとこね込みには時間がかかりますが、ここが一番大切な今日のポイントになりますので、である程度生地がまとまってきましたら、グルテンの膜が指が薄く出てくると思いますので、しっかりこの表面がつるーんと生地がなった、あとは指を後ろから押していただいて膜ができているか確認をして発酵をさせていきたいと思います。なるほど、はい、はい、そうしましたら発酵させていきます、はい、発酵させる時のポイントは、生地がバラバラ分散しているとガスが抜けてしまいますので、表面一度外から内側に、外から内側に表面に膜を作ってきれいに生地を整えてあげてからボウルで発酵をさせてあげます。パン生地の温度としては26度から28度の温度帯が一番イースト菌が発酵しやすいので、で温度計をさせていただいてだんだんと上がってきますので、26から28度になったと思ったら表面乾燥しないようにラップをしてあげて発酵させていきます。はい、先生、発酵したものが今こちらにあります。はい、こんな増えちゃうんだ。はい、だいたい大きさ的には2倍から 2.5 倍ぐらいまで大きさが発酵していきます。今回の発酵は2回発酵させていきたいと思います。発酵の目安としては、中央に粉を振っていただいて指をギューッと奥まで入れていきます。その指の跡がくっきり残ると発酵段階ちょうどいいという形で目安になりますので、先生一度指入れていただきますか。これ奥までギューッと入れていただいて。なんか気持ちいいねこれ。気持ちいい。おほ、はい、ね、ちょうど指の穴がくっきり残っているかと思います。残ってる、残ってる、はい、でこの指の穴がギューッと収縮してしまった場合に関してはまだ発酵が未熟、生地が強いってことなので、でこの指の穴を刺した時にシュワシュワシュワっと生地が沈んでしまった場合は発酵、過剰発酵してるよっていうようなサインなので、その時は次の工程をどん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 早くしていかないと、パン生地は生き物なので、パン生地に合わせて私たちも動いて作業をしていきたいと思います。なるほど、はい、二次発酵させていきたいと思います。ここで先生もうパンチのようにガスを抜いていただいて結構つくっと、はい、はい、
お、出てくる出てくる、はい、お、すごいすごい、はい、ほら膨らんじゃって、はい、あら今一回発酵したものをガスを抜いてあげてもう一度発酵させてあげることによって生地の気泡が細かく焼き上がってくれますのでもう一度この状態で発酵させていきたいと思います。これ何分ぐらいですか。はい、次は30分になります。一次発酵は60分だったんですけども半分に、はい、さあ、はい、これで二次発酵30分経ちましたよ。やっぱりちゃんと膨れてくれるんだ、はい、ね、二次発酵の時も発酵が適切であるか一度指穴テストをしていただいて、はい、はい、いきますよ。じゃんじゃーんと。先生どうでしょうか。いいんじゃないですか。はい、ね、次にここからは形取って分割という作業になっていきます。この時にはガスをあまり抜かないようにしていただいて生地を調理台に出し生地を分割していきたいと思います。内子をうまく強力粉内子を使いながら分割をしていきたいと思います。一つの大きさが 210g で今日は分割していきます。で一つの今日は型に3つずつ入るような形で丸めていきたいと思います。で今日の先ほど分割した中であまり細かくしないように分割をできるだけ隣り合わせの大きさを見ながら大きい板でカットしてあげると表面に傷がつかずガスが抜けないで発酵してくれますの で表面がきれいになっている部分を内側に内側に内側に外から内側にお尻に集めるような生地ようにして生地をまとめてあげると綺麗な丸になりますので第一段階の分割という形はこのように丸くしてベンチタイム休ませるという工程に入ります。うん、内側にギュッと、そうするとお尻に生地が溜まってくるのでお尻からガスが抜けないようにちょんちょんちょんとつまんであげると綺麗に発酵していくと思います。僕の形が違うよでまた分割をした後に休ませるという工程が次20分また休ませて次の成形という段階に入っていきたいと思います。これは温度は管理関係ないんですか。普通の常温でいいんですか。常温で発酵させていただいて結構なんですけどもやっぱり乾燥しないように蓋をしてあげる。で生地を分割したり作業をしたら生地がギューッと引き締まってるので少し休ませてあげる。飴とムチみたいなものですね。20分経ちました、ね、お大きくなっちゃったじゃないですか。はい、少し生地が発酵したのと生地がちょっと緩んできましたので次の成形という形で棒状にしていきたいと思います。なるほど。まず最初に棒状にしていきますので今日は基本的な一番オーソドックスな棒状にしていくんですけども綿棒で少し小判状にしていただいてまた発酵したガスを抜いてあげて今表面が表になっているのでこれをギュッと逆さまにしてもらいあとは上からくるんくるんくるんというふうに棒状にしていきます。くるんくるんくるん、はい、くるんくるんくるんで大丈夫です。でお尻のところちょっとキュッキュッキュッと剥がれそうだったら締めてあげてください。でまた棒状にしたので少し休ませていきたいと思います。はい、あら、で常にやっぱり先ほどひっくり返したんですけども最後の焼き上がりが表面が最後まで表面であることを頭の中でイメージしながら綺麗な部分は外に行くように成形をしてあげると美味しいパン生地が綺麗な表情が出てくれるパン生地になります。これ何分やるんですか。はい、この後また20分休ませたいと思います。20分。おお、またでかくなった。はい、ねえ、すごいね、これ大きくなっちゃって。はい、はい、この後やっと最後の成形になります。先生、最後の成形も同じように表面がちょっと乾燥しているのでこのまま押していただいてもしちょっとくっつきそうだったら打ち粉をしてもらい
麺棒よりちょっと大きい大きさまで伸ばしてもらって、そうですね、はい、ありがとうございます。手で潰すだけでも結構伸びていくと思うので、またガスを抜いてもらうような形になります。そしたら先生、裏返しにしていただいて、よっと、はい、また上からコロン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 、はい、コロン、またコロン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 、はい、はい、先生ありがとうございます。型には 1.5 金型になります。今日は型には薄く油を塗って生地を入れていきたいと思います。お尻を下にしていただいて、右左真ん中という形、はい、はい、このようにすると綺麗にまっすぐ発酵してくれますので、この段階でまた発酵機に入れて60分発酵させて、最後蓋をして焼いていきます。いやー、パン食べるの時間かかるねこれね。先生、先ほどコロンコロンしていただいた時に渦巻きが同じ方向の向きになって型の中に入れてあげると、発酵が同じ力で上まで上がってくれますので、渦巻きが右左にならないようにしてあげて、はい、同じ向きで発酵機に入れていきたいと思います。はい、はい、先生、発酵機入れたいと思います。はい、はいはい、先生ありがとうございます。さあ、こんなに大きくなりましたね。はい、すごいすごい、嬉しい嬉しい。はい、あとは今60分の発酵をホイロという発酵機で発酵させました。あとは蓋をして190度から200度のオーブンで焼き上げていきたいと思います。はい、時間帯的には35分ぐらいで焼き上げていきます。35分、はい、お願いします。はい、はい、よいしょ、はい、センキュー。じゃあ見てみますかね。はい、はい、それじゃあ、よっと、よいしょ、やった、入った。あ、いいね、いい色だね。はい、それじゃね、ちょっとね、試食しちゃおうかな。よっ、よいしょ、よいしょ、お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 、いやー、すごいね。出来たてですよ、出来たて。ね。いやー、どれ？すごくいい感じにできたね。よかった。最高でした。僕、いろんなね、例えば、カイザーとかね、いろんなところのパン知ってるんだけど、ポーションのが一番ね、僕が食べた時に、食パンとしてはね、最高にね、純粋でね、シンプルで、しかし、この、いわゆる小麦粉のね、本当に持ち味がね、ぐっとね、迫ってくるっていうかね、こんなにね、その邪魔をしないね、素晴らしい純粋なね、食パンを食べられるっていうのは最高だね。うん、ということで、今日はね、ポーション2のやつね、2のやつそっくりですよ、本当に。ポーションに送られそうだけどねいやー、今日は良かった。うん、ありがとうございました。これね、毎日食べたいね。はい、毎日作りたいと思います。本当かね。うん、ということで、はい、はい、この動画が良かった方はいいねボタンといいねチャンネルをお願いします、ね、お願いします。毎日食パン作りたいと思います。